はいどうも皆さんこんにちは角野ふですということでねあのー、今日ね本当は8000系の復刻塗装ラッピング乗車機っていうのを上げようとしてで、えー、まあ深海地から梅田のまあまあ要所要所をちょっと解説していくようなそのような動画をアップしようとしてるたんですよで夜には京都レインガラクっていうねあの阪急の新しいあの観光特急が走っておりましてその えー、走り始めた運行初日の、えー、乗車機があったんですけどそれもできてるんですよ。あのー、でできてるにもかかわらず今日ね、あのーそのえー、マンションの設備不良で w i f i がずっと続かないんですよ。で、えー、もう本当に w i f i 通ったと思ってもすぐバサってアウトになって。 投稿しようとしてるそのアップロードの時に中止されましたがすごい続いたんですよだからあのちょっと家主さんにも先ほど電話してねあのちょっと Wi-Fi が調子悪いですと言ったんですけどちょっと今日復旧できるか分かんないということでこれ今携帯ね LTE の送信ということでですねそれでもう社内から動画投稿してるわけですよでインターネットも繋がらないし で、えー、PS4 もつながりません。さっき唯一ゲームできたのが 3DS で、えー、ポケモンやってたわけですよ。えー、妹からもらった 3DS を大切に使っておるんですけども、えー、ポケモンやってましてですね、オタチとかをね、ポイポイ捕まえてたわけなんですけど、なんでオタチ捕まえてたんだろうね、わかんないけど、で、えー、なんか、 <laughs> あのそれでも面白くないんですわ。あのポケモンやっててもいつもねあのマリルマリルリとかでねあの頑張って戦っててそのあたりで。 ああ、ダメだ、と思ってね、今日、今日なんかテンションがおかしいぞーっていう感じで、ね、なんかそわそわしてたんですよ。何をそわそわしてたんかわかりません。でも動画、YouTube で,で動画投稿ができない悲しさとか、そういうのもあったんでしょうね。あとはもうその、動画できてるのに、皆さんにその動画を見せることができないっていう悲しさっていうのが一番あるのと、あとはなんかその、自分の弱さっていうのがあって、すごくその Wi-Fi を、 なんかこう,こういう状況なのに家主さんに電話してそれ直してくれっていうのがすごい罪悪感でいやそれはちゃんと言わなあかんやろとは言われるんですけどでもやっぱりねそのなんかそれは言うべきなのか言わないべきなのかっていうすごい悩むようなやつなんですよね私。だからねまあ本当にもっと早くそれを言っていれば今日投稿できたかもしれないっていうそのもどかしさもあるしなんかうーん。 もうほんとね今日いろいろあったんですよ仕事でもね仕事でもそうだし給料が思ってるよりも入ってないんですよねだからうわやばいなーとかいう感じだったんですけどで本来ねその YouTube も、まあ、9月からずっとねほとんど休まんずに、まあ、休んだとしてもそのとびとびで453日4日5日ぐらい1週間は多分ないと思うんですよ毎日それ以外は毎日ずっと投稿してたはずです だからまああのねあのとびとびで1日2日3日4日ぐらいはサボってる日はあるんですけどほとんど100日以上は100日はないか9月からだからな何日ぐらいなんの3030 30ぐらいのまあまあまあ半年ぐらいだからな 30×6 ってまあまあ100 180日ぐらいあるのかなわかんないけどまあそれでも なんかあれなのですよ。ずっとあの投稿してき,てきました。ひどい時には1日にね、6、7、8件ぐらいスミのチャンネルが投稿しましたっていうね、またこいつ投稿してるよみたいな感じでね、皆さんにちょっと不快な思いをした、させたかもしれません。そうやってチャンネル登録が減ってるかもしれませんし、まああの、投稿してもね、あいつ面白くないねっていうのは多分聞いてます。はい、正直なところ。 で、えー、まあ、それはもう仕方ないと思うし、で、でもその中でも、その昔、あの、頻繁に投稿してた時期もあったけど、その時はまあ、鉄道ボカロ TV でもやってたんかな。で、その時が終わって、 あの、一時期、その、離島巡りとかをいろいろしてたわけです。あの、ジャンボフェリーを中心にね。で、その時、もう、飛び飛びだったんですよ。こんな毎日投稿してないです。で、毎日投稿しようってしたのが9月だったわけです。で、9月ぐらいから、まあ、見ていただいたらわかりますけど、いろんなとこに行ってると思います。で、その中で、私ね、いろいろ、YouTube でもあったんですけど、これだけは言わせてほしいのは、本当に、あのー、 私、介護をやってたんですね。で、介護をやってて、私の担当の方、ずーっともう、何年だろうね、5、6年ぐらい、えー、付き合ってました方、えー、患者さんがいましてですね、まあその人は統合失調症の方だったんですよね。で、本当に、あのすごく毎日ね、あのいろんな人に敵対はしてたと思うんです。 でもね、私に対してはすごく、あの、あの正直なところものすごく良くしてもらってたっていうのはあって、えー、まあ、それでも最後はちょっと喧嘩別れみたいになっちゃったんですけど、えー、その方がね、ちょっとあの、まあ、いろいろと入退を繰り返してたっていうのがあって、これ以上は何も言えないんですけど、まあ、急に、あの、ちょっと天の方に召されましてですね、まあ、私もすごくひどいことをしたなと思って、後悔の念しかなかったんですけど、 まあ、あの、仕事のことですから、まあまあ、これぐらいにしか言えないんですけど、そこから私はもう、あの、生活が一変しましてですね、まあ、どうにかしないといけないなっていうのもある反面、あの、なんて言うのかな、YouTube っていうのを通して自分自身はこのままでいいのだろうかとか、いろいろ考えさせてもらって、自分の世界をその突き進んでいきたいっていうのはあったんですよね。で、まあ、正直なお話、 これ以上、ね、YouTube を続けるかどうかって散々悩んでたんです。で、3月いっぱいで途中、ね、3月、4月いっぱいで結果が出なかったら私はやめますって言ってるはずです。で、結果的にどうなるかっていうのはわかりませんが、この後、おそらく、 まあ、チャンネル登録増えないだろうなと、伸び悩むだろうなっていうのは、まあ、分かってたことです。なので、まあ、あの、1000人行きますとか言ってましたけど、行きませんよね。まあ、こんな動画を作ってると。でも、隅のふの動画は面白いっていうのも言ってくださってるし、なんか昔の動画より今の動画の方がいいっていう方もいらっしゃいます。ただ、その、動画が長すぎると、ぐだぐだ喋りすぎるっていう、あの、ご指摘もいただいてますので、まあ、あの、 うんそれはもう仕方ないというかスミノフの、えー、動画風景というか、えー、感じだと思うしもっと自分を前面に出して自分の意見を言うべきだっていうご指摘もいただいてます。だからその 解説動画とかでもそのメモを取ってアドリブで呼ぶのはいいんだけどもうちょっと調べてこうね突っ込んでもいいと思うしまあうちの妹からはその電車の,そのなんか解説じゃなくて隅の歩が思うその電車のこここの特徴が好きだとかその顔が好きだとか言えばもうちょっと儲かるんじゃないかなみたいな感じで言われたこともありましたし それでも、あの、半年以上、あの、休ま、ほぼ休まずに、こうやって頑張って、ね、えー、やってきたわけですけど、まあ、もうちょっと正直言えば、あの、チャンネル登録者数増えてたかなと思ったんです。いやー、増えないかなとか思ってたんですけど、まあ、これが私の実力なんだろうなっていう力不足だなっていうのはあるんですけど、 本当になんか <laughs> 何を喋ってんだろうね今日はね。本当、あのシリ滅裂なこと言ってるとは思うんですけど。なんかね、もうちょっと、うちの動画にはまあ視聴者さんの目線を入れるべきかなとは思ったりはしたんですけどもね。入れすぎるとやっぱりこれ難しいなっていうのはあるので、 まあね目を見て話そうなって言,言わないですけど、私もすごくね、今日は、今日パンダじゃないんですよ、正直なところでね、柚月ゆつきかりのパーカーで、これ、パンダが見つからなかったからなんですけど、本当なんかもう明日以降、これもしね、Wi-Fi がね、できなかったらどうすんだよって話なんですよね。 本当、あの、皆さんに、あの、申し訳ないというか、こういうダフェリばっかりを上げていくのかっていう自分のね、えー、動画がこういうふうなスタイルになると、やっぱりチャンネル登録離れっていうのがあ、あの、花、できてしまうのではないかっていうのと、あとやっぱりね、うちの動画っていうのは鉄道需要の動画とかが結構あるので、 まあまあ皆さん見ていただいてくれたわかる通りね、私、スミノフって何,何ぞやっていうような人がすごい多いんですよね。で、やっぱコメントしていただいた方が嬉しいですし、やっぱりそのなんかね、450人でしたっけもうそれぐらいになるんですけど、まあやっぱり450人ぐらいいるんだから、それなりにコメントしてくださって全然大丈夫です。 で、なんか、もし、もしできることであれば、休みの日に対して何かできることはないかとかね、模索してる方がいらっしゃるんですけど、あの、正直なんところ、ツイッターで拡散してくれたら大丈夫です。あの、全然、あの、それで、チャンネル登録してやろうという方が多分いらっしゃったりすると思うし、 まあこちらから全然コメントせえへんっていうね、えー、ことがすごくね、あると思うんです。だからコメントはね、あのしていってるんですけど、なかなか追いついてなくて、自分の動画投稿に精一杯になってる自分がいるっていうのは、それが一番ダメだと思うし、なんでチャンネル登録したのに、あのー、なんか全然来てくれないんだっていうことを思ってる方も多分いらっしゃると思うんです。それはすごい申し訳ないなと思うし。 だから、基本、受け身なんですよね。私、あの、コメントをしてくださった方には、コメントを返しに行ったりするんですけど、なんか、ん、そこまで、私、全然、あの、回ってないのが、ダメなところなんだろうな、とか思ったりもしますので、まあまあ、ね、あの、の動画投稿が中心になっておりますけど、なんか、すごく、 うん、申し訳ないなっていう罪悪感がすっごいあります。で、まあどうするよ4月からっていうので、まああと残された時間は1ヶ月しか私はありません。だってそうでしょだってチャンネル登録1000人いかなかったらやめますなんて言ってるんですよね。だからまあ、うーん、本当にね、どうなんかなーと思ってしまいます。だから私的には YouTube は続けたいんですけどね。 続けたいんですけど、言ってしまったらっていうのがありますのでね、まあ、ここまで450人、うん、ねえ、どう、どうするんだろうっていうような、そんな感じです。 だからまあ今回そのね、Wi-Fi がつながらないだけでこんだけ私しょぼーんってなるかみたいなことがありましてですね、ほんと今ね、テンションガタ落ちな状態なんですよね。だからまあ、家ね、この垂れミニ,ミニパンダみたいになっておりますけど、ほんとなんかねな、何喋っていいかわかんないんですよね。正直今こうやって今12分も喋ってるのが不思議なぐらい頭の中真っ白なんです。 だから、まあ、ああの、ねえ、隅の府の言ってることは、なんか、すごく尻りめ、めれだな。あっちゃ行ったり、こっちゃ行ったりする。それはいつものことなんですけど、それ以上に今日、ものすごく、何喋ってるか、本当にわからないんです。だから、まあ、ま、あ動画で見直すことはしないんですけど、まあ、あ言わんとしてることは、ちょっと掴み取っていただければと思います。だから、要点は、今日 Wi-Fi で、あの、 ちょっとアクシデントがあり動画投稿ができない今日上げるど予定だった8000系の復刻塗装ラッピング京都レインガラクの2つの動画がアップロードできなくてしょぼんとしているさらにこのまま YouTube を続けていいのかどうかっていう窮地に立たされている、えー、生活面が大変なことになっている以上をもちましてこの5点が私の頭の中を今すごくあの壁というか ね、あのまるで人生のどん底って言ったらダメかもしれないんですけど本当に今あの私の,その今一番最後の決断をしなきゃいけないようなところに来てるというような感じですねだから私結構ねそのあの何て言うのかな動画とかでも反省はしないし反省しただけ無駄だと思ってあの気をつけようとは思うけども 反省会とかは一切しない立ちなんでね。だから、まあ、あの、まあ、その動画とかってね、見せるというか、その自分のそのワールドを自分がいかに楽しむかっていうのを今、そういうね、動画視点でやっておりますので、奈良公園の鹿の動画とか見ていただいたわかるんですけど、 なんかね、ぼっち対死かみたいなことをやってるんですけど、あれが私、すごくやりたかったことというか、ああいう系の動画が一番好きなんですよね、正直。だから、まあ、ああいう系の動画、増えていくかもしれませんけど、やっぱり、ね、その、<laughs> もうこういうことになって何もする気が起きないので、まあ、どうしようかなーっていうぐらいの、えー、感じだったんですけど、まあ、喋ってみるとね、意外と、こう、喋喋ってるのかな、みたいな。 感じなんですけどねなんか結論として今すごくテンションが下がっているというようなところで今多分家主さんすごい直してくれてるとは思うんですけどまあそうですねあの YouTube ってネット社会なのでネットがダメになってしまうと一切仕事が 仕事、仕事ではないですけど、一切、その、ね、クリエイター活動ができなくなる。で、それの、ええー、その、その予定できてたわけですから、他の仕事をやろうかって言っても、それ無気力になってしまう。で、ゲームしようかうん、気分転換に、あの、温泉でも行こうか、どれも嫌になってくるんですよね。だから、これは、ね、ひょっとしてこれは YouTube 打つなのか、みたいな、そんな感じなんですけど、 まあ、いろんな方々がね、あの、住みの夫、大丈夫かみたいなことでね、送ってきてくださいますけど、大丈夫です。生きてます。<laughs> なので、なんかね、今日、今日なんか、印象が違うねって言われると、あれなのかもしれませんけど、その、ゆつきゆかりのパーカーを着てるだけなんで、全然大丈夫です。で、あの、ねえ、もう本当に、うーん、ねえ、もっと仕事を、ねえ、ちゃんとしなきゃいけないんだけども、 まあ,あのまだ私、あの全然その広告収入がないわけなんで、そこまでその YouTube のチャンネル登録を集めてるっていうのは非常に大事なことなんですけど、やっぱりねその動画の広告収入があるのとないのとっていうのとなるとですね、結構、 あのー、なんていうのかな、やる気のモチベーションというか、大雑把さが出てしまうんだなっていうのはあります。だから、本当に昔の時は、あの、まだ広告収入があったんですよ。で、チャンネル登録1000人4000時間という、そんな、あのー、厳しい審査ではなくて、誰もが多分収入、広告収入を、 もらえるようなアドセンスさえ登録してればどうのこうので、私合格してて、今、今必死こいてそれをまた再所得しようとしてるわけですよ。だから、YouTube 銀行にもね、私南か入って、あれ引き出せるのかなとか思ったりするんですけど。 まあまあまあね、その、やっぱり YouTube 銀行は YouTube 銀行で置いとかないとね、あの、楽しくありませんから、それをね、引きでね、初めてチャンネル登録1000人になって4000時間になって引き出せるっていうようになると、なんかなんかね、あの、やった感達成感っていうのがあると思いますしね、なんか何を喋ってんのかわかんなくなってきましたけど、まあ、 今日はね、なかなかあのブルーな一日を過ごさせていただきましたこんな動画を撮るわけではなかったんですけど、まあ今、そういう状況になっているというように、えー 今日、スミノフ、動画上げてねえじゃねえか、みたいな感じで思った方はですね、こういうことです。ですので、あのご心配なく、あの私はちゃんと生きておりますので、あのあいつ、動画今日一時上がってないけど、大丈夫かなって思った方はですね、<laughs> まあ、そういう状況です。あのちゃんとあの言ってます。はい。なので、えー、まあ,あの Wi-Fi が治った時点で、動画投稿を再開させてほしいと。 いうことになりますけどもね、えー、これがいつまで続くかどうかはちょっとね、視聴者さん、リスナーさん次第ということになりますので、私も精一杯、えー、今頑張っていっておりますので、 え皆さんも、えー、いろいろね、その大変かとは思いますが、えー、自分のね、チャンネルの盛り上げもしなきゃいけないのにね、えー、私の動画に来てくださるっていうのはね、すごくあの嬉しいことですので、えー、ぜひね、あの皆さんのね、動画も私はその時間を割いてですね、行かなきゃいけないっていうところは、あの、それはもう、あの、わかっておりますので、行きます。はいはい。ですので、あの、 皆さんも私の動画に来て、まあコメントなり、いろいろ、うちの動画これ見てくださいとかチャンネル登録お願いしますとかね、言ってくだされば、あの、私もそれなりの対処をさせていただきますし、えー、優先的に見させていただきたいと思います。で、やっぱりね、その、うん、なんていうのかな。<laughs> あまあまあ、このあたりにしとこうか。まあ、あのー、なんていうか、 その、ね、スネ夫チャンネルっていうのはよろしくお願いしますとともに、私はやっぱりリスナーさんというか視聴者さんを大事にしたいと思っており,おりますので、コメント欄にですね、こういう動画あ、えー、げましたみたいなことであのほ、私を登録している他の視聴者さんにも宣伝して構いませんから、まあちょっとなんかそのね、コメント欄にもあの書いていただければなと思っております。あもちろん私の動画に対してのコメント もししてていいただいて結構ですしあとはまあそれはもちろんなんですけどまあツイッターとかでもやってますから全然そのね他に知れ渡りたくないけどうちにちょっとこう一言申したいとかあのー、お仕事依頼とかもしあるんであればツイッターの方に送っていただければと思いますまあご視聴いただきましてありがとうございましたちょっとねあのー、私のシビアなお話に付き合っていただきましてありがとうございましたまたよろしくお願いいたします